どうも、木曜で爪痕残せ若せ早瀬ということでね、本日は赤レンガにやってまいりました。はい、今日は食リポをやるって聞いたんですけど、何食べるんですか？日本一になったグルメバーガーを堪能していただきたいと思います。日本一になったハンバーガー、ハンバーガー、うわ、めちゃめちゃ大好き。木曜日が結構その個性強めじゃないですか。まあ、それに負けないような僕も食リポをするのと腕を見せていきたいと思います。赤レンガ、ミサンガ、マツケンサンバ、オレイということでね、まあ、早速ね爪痕残したんじゃないでしょうかね。ということで赤レンガの3階にやってきました。お、こちらですかね、将軍バーガーさん、早速行ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは、よろしく。TVK 猫の額ほどワイドのリポーターの早瀬慶斗です。よろしくお願いいたします。こんにちは。めちゃめちゃいい匂いするやってきたのは将軍バーガー横浜赤レンガ店。去年12月横浜赤レンガのリニューアルに合わせてオープンした今注目のお店です。将軍バーガーさんはどういったお店なんですか？はい、将軍バーガーは、はい、富山店で、はい、私たち実は焼肉屋を最初やっておりまして。焼肉屋？そうなんです。ほう、はい、では牛を一頭買いして、でその、お肉を使ってハンバーガーを作ったのがきっかけです。ってことは和牛を使ったハンバーガーを食べられる、そうです、食べることができるってことですか？はいはい、そうです、そうです。日本一って聞いたんですけど、はい、日本一って どういう、去年実は、はい、日本でハンバーガーの大会があったんですね。はい、その大会で去年実は優勝した。じゃあ日本一のハンバーガー屋って言ってもね、もう過言、ま、はい、目目不動、めちゃめちゃ期待高まるいただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。うちはミンチだけなんですよ。何にも混ぜてないんです。結構しっかりと焼く。そうです、そうです。その方がなんか外がちょっとカリッとなって、中がズワッとなるのが美味しくて。お客さん入ってます ね、ありがたいですね。特に休日とかで結構並んだり、はい、列ができたりもされるんですかね？大体晴れの日はもうオープンから満席になって、多い時は20名ほどお客さんのことが多いですね。こう、うわ、チーズいいっすね、溶け具合、はい、やば、うわー、本当にお腹すいたうわー、やべー、あー、匂いもパネマジで。いただきます。うまっ、うまっ。はいはいはい、お肉のゴロゴロ感が半端なくて。そう、結構一番大きいサイズのミンチにわざわざしているんですね。うん、そうなんですか。ちょっとステーキっぽい感じ。そうですね、はい、なるように。肉好きにはマジでたまんないです、はい、油が全然嫌じゃないから、うんうん、胃もたれも全然こなしそうですし、じゃあポテトも食べちゃおう。うまいうまい、最高、マジで。パンもしっかり焼いてるから、うんうん、サクッと感がありますし。そうですね、はい。でこの野菜のシャキシャキ感とトマトの甘み、半端ねでも久々に食リポしましたけど結構いいっすねよかった、我ながらよかったです。どうですか、僕の食リポ？美味しそうに映ってると思います。嬉しいです。ありがとうございます、はい、結構しっかりお食事に、ね、お話し中にごめんなさい、ドリンク飲んで申し訳ないです。素で食事しに来たみたいなシンプルもうおいみたいなありがとうございます。恥ずかしい、逆に何年やってんだ俺って話です。あ、嬉しい、嬉しい完食しました。本当に美味しい。もしよろしければもう一品。そしたら実は赤レンガ店の限定のハンバーガーが20日から始まるんですね。3月の20日から、はい、おで、ナポリタンバーガー。ナポリタン、はい、え、麺が入ってる。そうなんです。すごっ、興奮しますね、はい、興奮しますねって合ってんのかなガチでナポリタンやん。でもちゃんと和牛も乗ってるんで、お肉も。あ、ほんまや、ここに和牛が。ナポリタンバーガー、ナポリタンバーガー、すごっ
うん。うん。合うでしょ、合うでしょとか言うのもいいんだけど。レタスと。はい。もう本当にお肉、お肉チーズ、あのパ、ナポリタンです。ナポリタンの中にはベーコンと、はい、玉ねぎが少し入ってます。ミートソースの酸味が絶妙に。確かに。ちょっと、まあ、さっぱりとした感じ。意外とそうですね。身が足されて、うんうん、すごい美味しい。これ何考えたんですか。将軍バーガーのメニューは私が全部考えてるので、うん、はい。常に日頃から割となんかいろんなのを作るって考えながら、まあでもなんとなくもうだいぶ作ってるのでこんな感じかなみたいなのは分かってる。いろんなメニューを考案されてるから。日本一のバーガーって、うん、はい、どういったバーガーというか、その大会のお題があって、はい、お題がオクラを使ったハンバーガーを作ることって、お、それでオクラのダブルチーズバーガーっていうのを作ったんです。他に予選とかでも他の予選は、はい、すき焼きバーガーでした。すき焼きはなんとなんかちょっと想像つく、はい、でもけど、どんな感じ。春菊の天ぷらが入ってて多分見たことない感じだと思う。ちょっとなんか和っぽいというか。あ、そうです、本当に、はい。で、ちょっともし嫌いじゃなかったらそれもかけるといいですか。さらにナポリタン風です。ありがとうございます。はい、ナポリタン感が、うん、ガッとくるナポリタン感が、うまっ。酸味プラス最後タバスコの辛みがまたグッときて、パンもやっぱカリカリでカリッともちっとジューシーな感じで、ミンチがゴロゴロっと入ってるので、ミンチの和牛のお肉が最高にうまい。完璧な食リポじゃないですか。まあ本当にだから食リポ界の俺が将軍かなっていう。ありがとうございます。どうです最後のちょっとダサかった俺の食リポ界の将軍。どうです、どうでした、お味は。肉汁がすごくて、はい、ジューシー。美味しかったです。すごく美味しかったです。あの和牛もジューシーで美味しいです。でもチーズがすごいなんか濃厚っていうかで、めちゃくちゃ美味しいです。 おすすめです。 ありがとうございます。いろんな方が満足できるようなメニューの豊富さと、やっぱ多分あつこさんだっていろいろ店員さん考えて、お子さんだったり誰でも来ても美味しくいただけるようなメニューを考案されているので、本当に感動しました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございます。早瀬の総括。本当にこの肉肉しいハンバーガーを味わえるのは本当にここだけだと思いますし、それこそあのあつこさんがいろいろなメニューを考えて、面白いメニューだったり、本当にそのメニューの思いがこもっているハンバーガー食べられると思うので、皆さんもぜひ来てみてください。ありがとうございました。緊張する、待って。ありがとうございます。ありがとうございます。もうバンクシーぐらい価値が出るように僕も精進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。